謎かけみたいですね。ちなみにそのネットラジオはどうやって聞けばいいんでしょうかね。オンエアステーションというところにアクセスしていただくと、私のラジオだったり昔の回のラジオもロゴがありますので、それをポコッとも押していただければ24時間いつでも聞くことができる。無料で。無料です。なるほど、はい。それは毎週やってるんですか。毎週更新。毎週ですね。今嫌な顔しましたけど毎週なんですよ。いやだから神山すごいなと思って、毎週動画ですよ。ラジオだってね。そうですよね。いや大変じゃないんですけど、もう本当いつも撮ってる感じですよね。そうですね。なるほどね。毎週ですから。動画の場合編集もいっぱいありますからね。なんか入れたりするんですよ。いやそう。テロップとか。そう。ワイプとか入るんですか。ワイプもたまに入るんですよ。ねえそれ大変じゃないですか編集。そうですね。そうです。まあねカマサルジャンと切って貼って切って。あれ自分で実況して自分で編集するんですよ。あ、そうなんですか。試合3時間ありますから、それを1時間ぐらいに短くしてるんですよね。それ自分でこう切って貼って、あ、まさに切って貼って。そうです。夜更かし、まあでもね、夜更かしの回はもうちょっと売れてますからね。そうですね。そうなんだ。わって言うと俺全然売れてないけど、夜更かしの回はね、そのまま紀藤さんって、もう去年の R1 ですよね、ファイナリストで、もう、あ、そうなんですか。そうなんですよ。全国でも放送されてますし、ついこの間、ドラマで今6チャンネルで、堤監督、堤さんね、あの20世紀少年のドラマの後半で大重さん出てました。夜更かしの会の大重さんと原さんっていうのが死刑執行する警察官役で、あのスペックってやつですか。そうです。あ、はい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 。あ、はいはいはい。堤監督は20世紀少年っていう映画撮った時にも夜更かしはね出てるんですよね。堤監督にだいぶお気に入りに思われてまして。そうか、じゃあだいぶ俳優色が強いんですね。そうですね。なるほどね。でもね、ほんと面白いんですよ。11月20日だから私の歌も聴けるし、夜更かしの笑いも見れるし、お得ですね。お得です。それはどこでやるんですか。そうです。渋谷の何ちゅうところですか。渋谷のデセオというライブハウスは、はいはいはい、まあ、駅から近いんですけどね。そこでね、2部構成なんですけど、で、チーム A、チーム B ってもうどっかのグループみたいになってます。あ、そうです。K じゃないですか。チーム A はアコースティックチームということで、お昼2時から、これ私が出る方ですね。はい、で、そっち側にも夜更かしが出ます。チーム A の方に。でチーム B の方は私出ないんであまり言わないです。夕方からやってるみたいです。でもどっちも夜更かしも私も最後でみんなで歌ったりとかする時には出るらしいので。最後の歌ってどんな歌、みんな知ってる歌。あ、もうねこれは言っていいと思うんですけど、そのライブオンライフのイベントの最後はいつもやーやーやーです。そうなんだ。それはウツさんの趣味じゃなくて。いやいや、もうみんながウツに歌わせちゃおうみたいな。あ、じゃあ、あの音楽話もだいぶ盛り上がりましたけど、そろそろ野球話でもありますよね。大変ですよこれ。終わんないですよこれ。ましたか。まあ、でも私本当に二軍っていうのを見出したのは今年からですから、はい、もう大先輩ですかね。いやいや、そんなね、たった12年ですからね。長いな。長いな。シレクスより長いじゃないですか。そうですね。シレクス、まあ元に戻ったかなみたいな。いやだから本当にその二軍の面白さみたいな、やっぱり林さんからバシッと皆さんにお届けした。今はだいたいお二人で中継されている。はいと、まあ、2人のケースもあるし、はい、あと本当のプロのね、元プロの方がいらして3人でケース。ああ、なるほどね。はいはいはい。で、そう、まあ、3人で、まあ、それ3人の時は、さっきもちょっと話したんですけど、3人の時はやっぱプロの方がいらしていただいたんで、ちょっとちゃんと話していただかなきゃいけないっていうのがあるんでね。はい、それはそうですね。で、僕はどっちかっていうと、黙ってるんですけど、その、呼んできたプロの解説者の人が、実はあんまり、喋るのが得意じゃないっていうケースがあると、3人もいるのに静かな中継じゃないです。私だけが喋ってる。いわゆる実況アナウンサーは特にいないわけです。私です。実況アナウンサーみたいな感じですか。そうですね。なるほど。ずっと試合経過を言って。1球投げましたみたいな言葉は言ってます。あ、そういうのがやってる。なるほど。言ってますよ。確かに言ってます。これはあれですね。多分川だったところですよ。あ、ちょっと川ありますね、ここ。あ、そうですね。明らかにこう、遊歩道ですけど、作りが違います。おかしいですもんね。ね、道と道じゃない、これこんなんいらないだろみたいな。ひったくりも注意ですね、これ。ここだけじゃない。あ、そうですね。どこでも注意。全部ひったくりには注意しなきゃいけない。この川沿いの道を歩けば、大口駅まで行く。もう道に迷わないです。入江川。え、入江川。入江川。
こうなんていうか、大体僕らその都内とかの緑道、遊歩道を中心に歩くんですけど、大体その元は川なんですよね。へー。いわゆる用水路とか上水路をもう使わなくなったり、あの地下に埋めちゃったので、暗渠。そうですね。あ、よくご存知ですね。さすがサラリーマン。そうそう。テクテクでもすっかりおなじみ、ブラタモリでもすっかりおなじみ。暗渠。暗渠なんて土木関係者しか昔知らない。暗渠。はい。でその上をこう遊歩道にしている。で行くとこう道も迷わずに、で車も入ってこずにのんびりと歩いていける。いやいや、これいいじゃないですか。そうですね。これ全国の 緑道っていうのを、これ制覇するぐらいの野望はないんですよ。全国はかなり厳しいな。ね、釧路湿地帯とかね。何日かかんだよって話もある。今世田谷区はほぼ制覇しました。そうなんですか。世田谷めちゃくちゃ広いですよね。そうですね。でそのシリーズの今日は46回目です。あ、そうなんだ。次僕ら135回目ぐらいですもんね。なぜあのファンキーモンキーベイビーズに呼ばれたんですか。あ、はいはいはい、あれはやっぱりファイターズの、ファイターズ関係が、もともと今年の3月に矢口真理さんが、はい、東京ドームで、いちごの試合で始球式を、はい、やったわけですよね。ところがそれがストライク入らなかったで、もう一回やりたいって言ってたんですけど、まあ、シーズン始まると、なかなか一軍戦というのは難しかったみたいで、どっかでやらせてくださいって矢口さんが番組で募集したところ、ファイターズの二軍が、多摩川ならどうぞということで、来ることに決まったんですよね。で、来て始球式だけやるんじゃ、なんかこうね、面白くないかなと向こうが考えていた時に、なんか今年からネットラジオやってるらしいと。野球の実況ももしかしたらできるんじゃないかという話になって、それで私のところに、なるほど、話が来て、カマスタラジオに2人が出るのはどうでしょうっていうので、どうでしょうっていうか、そんなのいいじゃないですか、素晴らしくいいですよって言ったら、じゃあどうせなんで実況の先生として2人に教えてくださいとか。実況の先生、はい、やり始めて1ヶ月半でしたけど、まあ1ヶ月やれば大体先生です。いや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 。どうですか反響は。いや、反響すごかったですよ。そうですよね、やっぱり、はい、あの MX とはいえ、あれあってもともとテレ朝でやった流れからの番組ですよね。矢口一人から、はい、ファンキーモンキーベイビー、矢口周りの劇団一人に挟まれてのメインゲストですから。私言ったらね、あのモーニング娘。大好きでした。あ、チャゲヤス、チャゲヤス好きでしたけど、もうノリに乗ってる時ですよ、モーニング娘。ね、の時には結構好きで見てたんですよね。だからもう矢口さんを目の前にした時の私の興奮度ったらすごかったんですよ。表向きは出さなかったんですけど、まあ先生ですからね。裏でガッツポーズ状態で。いや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 、本当にね、嬉しかったですよ、正直。ちなみにですよ、矢口さんとひとりさんがやった音声は今でもカマスタラジオで聞くことできますからね。あのアーカイブで、はい、聞けます聞けます。もうオンエアステーションのサイト行っていただくと一番目立つところにどんどん貼ってますので、貼ってありますね。今でもどんどん聞いていただければね。はい、いつ消えるか分かりませんけど。やっぱり喋りに向いてるんじゃないですか。なんかあの喋り声もなんかアナウンサーっぽいといえばアナウンサーっぽい。それもね、なんか声だけはいいねとかよく言われる。なんで声がいいねって素直に言ってくれないでしょうね。声だけはいいねっていうのはよく前の会社のあのお店の営業何気に毒吐かれてますよね。そうですね。まあでも本当声だけはいいですよ。まあね、うつさんもあれですよね、実況だけはいいですよね。そうです。実は始まった時にも球団の人に言われたんですけど、この1軍の中継はもちろん1球ごとの配球とか言うじゃないですか、でも2軍の選手ってやっぱ10代の選手とかもいっぱいいるので、その選手紹介であったりとか、まあ、その鎌ヶ谷という場所での試合の雰囲気とか、そういうことを北海道の、まあ、1軍ファンの人も含め他のファンの人たちにまあ、情報発信してほしいというのが根本なんです。ああ、そうですね。だから一番最初はそんなにちゃんと実況しなくていいって言われたんですよ。でもやっぱりやってたら言いますよね、点入っちゃったりするんで、だからいいんです、ちょっと緩い感じというのは。まあ、だいぶ緩い感じある種あの副音声的な感じなんですかね。まあ、そうですね、本当にそうだと思います。一軍の中継とはちょっと違う、鎌ヶ谷でいつも変わるじゃないですか。そうです。あの鎌ヶ谷に北海道日本ハムファイターズのこう練習場兼こう球場があるんですよね、はいはい、でそこでね、面白いですよね、鎌ヶ谷ね。いや、多分どの2軍球場よりもイベントも多いですし、
多分野球知らないで来ても楽しめると思うんですね。すごい、まあ、とにかくカビー君が可愛いんですよ。クマね。もうそれをね見に来てもらうだけでも鎌ヶ谷まで行く価値あるっていうぐらい。なんかあのお願いしてテックテックテレビ鎌ヶ谷とかってね。全然できると思います。ちなみにここにその鎌ヶ谷あとカビー君のこう入れてもいいですかね。はい、どうですか。高原さんあたり。どうなんでしょうね。私がうんとは言いにくい。一瞬通り過ぎるみたいな。ツイッターやってましたね。そういうのをなんかちょろっと流したら、そうですね、それにね、ただ読みづらいですけどね。全部ひらがなです。そうなんです。あの一軍のファイターズのマスコット BB というのがいるんですけど、はいはいはい、その一応兄弟っていう設定ですね。はい、でカビー君というのがいて、それは12球団の中でそのファイターズしかないんですよ。1、2軍のマスコットが兄弟というのはね。日ハムは相当こうファン感謝というか、そういう還元がすごいですね。だってそのいわば移転したのはすごくないですか。まあまあそうですよね。でまずはもっとすごいのが移転をしといて、この鎌ヶ谷を残しといてっていうのもすごいし、でそこでこう鎌ヶ谷の人いっぱい集めちゃうよっていう、あれですよね。そのだからいわゆるパリーグの閑散とした時代からの脱却の大成功のパターンですよね。そうですね。いわゆる親会社が変わったソフトバンクとか、そういう、こう外的要因じゃなくて、そうですね、あの自分たちで北海道に移転するって言って、実際に行ってうまくいったパターンって見るらしいです。鎌ヶ谷は鎌ヶ谷でまた違う進化を遂げてるんで、そうですよ。まあ例えばその始球式をお客さんが試合前にカビー君とじゃんけんして勝った人ができると。ヒーローインタビューもそうですよ ね、 そのお客さんの中からカビー君というカビージャンケンってあるんですけど、まあこうね、カビー君がジャンケンをやるんですけど、まあ、土日はね子供がこうわーってやるんですけど、はいはい、平日に行くとね、あの平日の昼間に試合やってるんで、あのおっちゃんばっかりなんですよ。おっちゃんカビージャンケンとかやってますよね。やってますよ。でおっちゃんなんとか田中さんが勝ちましたみたいなこと言って、おっちゃん普通にちょろちょろっと出てるって始球式とかね。あれが面白いですか。審判の人が面白いですか。出た、来た来た。一応その片岡さんから の、 あの YouTube の動画をこれ見てくださいっていう。いやいや、それは林さんからのおすすめ動画だったんですけど、やっぱね、あのこうカマスタラジオ今お話いっぱい出てますけど、カマスタラジオで一番進化を遂げたこうプロ野球の中継で革命を起こしたと言ったら言い過ぎな感じもするんですけど、こうね、審判にスポットを当てて中継をするっていう、はい、これは確かにあの革命的ですよね。あの審判の人たちみたいな。すごいですよね。はい、ちょっと説明してあげてください。この一般の、まだ動画を見てない人たちに、そうですね、あの球審の人が一番の見せ所っていうのはこれがね、難しいんですけど、見逃しの三振なんですね。はい、キャッチャーの後ろにいる審判ですね。あ、そうですね、あの、はい、プレートアンパイア、球審と言われる人、ストライクアウトという人ですね。そうです、はい、で、あの人が見逃しの三振の時にものすごいオーバーアクションするんですね。はい、これがね、もう審判マニアにはたまらない、まあ、本当に球審の見せ所なんですね。そうですね。で、僕は最初、まあ、カマスタラジオ5回出してもらって、最初にそういうことをずっと言ってたんですけど、うちさんそんな人いるわけないじゃんって言ってたんですけど、3回目4回目に下がって、もうすっかり審判好きになってね。そうです、意外と審判を見てる方というのが多くいることに気がついたわけですよね。なるほど。はい、例えばどうなのか今林さんが1個やってくれますね。まあ、あの普通にそう普通のやつをまずやるから、まあ、ノーマルなやつ、簡単なやつ言うとこうストラックアウトみたいな話なんですけど、こうまあこうあのそもそも見逃しの三振をなんでオーバーアクションにするかっていうところからこう解説するんですけど、いいですね、カバン持ちましょうか。なんであのプロ野球の、まあ、プロ野球とか野球の審判があの見逃しの三振をオーバーアクションにするかっていう、こう結構根本的なのじゃないですか、はいはい、これは野球の審判は、あのプレイヤーにこう納得させる説得させるという意味合いがあると、すなわちオーバーアクションにしてこれでストライクなんだから文句ねえだろうみたいなことをやるためにそういうオーバーアクション。なるほどな。だからこのストライク見逃しの三振以外でも一塁のアウトセーフ際どい時も審判ってオーバーアクション。なるほどなるほど、どうだと。あ、そうだ、これで文句ないだろうっていうのをやるためにそういうアクションを取る。おお、なるほど、アウトってありますよね。あの、大体こういう感じですね。そうですね。こういう感じです、ね。アウト、あ、いいですね。あの、内さんがね、お気に入りの審判はあの、
今年31歳になった牧田恭平さんって、ね、牧田さん、はい、牧田さん大好きです、ね、牧田さん優しいんですよ、ね、あのボールボーイが子供で来るとね、うん、ボールもらった時にこう頭いいって、ものすごいバリアクル発信してるんですねあれ、その人は1軍でもやってるんですか。やってますよね。あの1軍でも2軍でも変わらず。今お話ししてた牧田恭平さんっていう人は、はい、今年オールスターの球審もやられてる。じゃあこう普通にいろんな中継で気にしてると牧田恭平が出てくる可能性も、うん、袖番号いくつですか。28です。28番ここについてる番号があって、あ、そうなの、はい、あ、各個人個人番号ついてる、ね、ついてますね。28番、はい、牧田さんの CM してどうぞこんな番組ありますか。これまでカバスターラジオに引き続き審判の扱いがちょっとメジャーリーグと日本のプロ野球って違ってる感じしますよね、はいはい、まあ、ちょっとというか相当違うんですね。相当違う、みたいですね、うんうん、この間、今メジャーの審判に挑戦している平林武さんという方が、はい、NHK でやられて、見ましたよ。あ、ご覧になりましたあれで、あそこで、まあ、超有名な話として、ジム・エヴァンス審判学校というところに入って、うん、でそこで審判とは何かみたいなところがあるんですけど、うん、ゲームを作るのは選手じゃない、審判だと。これがメジャーリーグ野球の考え方、うん、でところが日本の場合は、うん、そんなこと言う人なんか誰もいないし、うん、下手をすると審判は石ころだぐらいのことを言う、うん、フラチモノがいっぱいいるわけです、ね、でもそうじゃないと。でプロ野球、まあ、メジャーリーグも野球の審判も審判がいて野球が成立してるってことを皆さん再認識しないと、うん、僕はなんかこう審判の講習をしてる人みたいな。わかりました日本の審判ってそのいわゆるお前選手になれなかったから審判やってんだろう的なこう扱いがあるらしいです。この流れでもう一個だけ林さんに喋ってもらっていいですか、はい、今年から始まったホームランのビデオ判定について。あ、これね、1本取れるぐらい長いですいやでもやっぱりあれちょっと変ですよね。うん、これもアメリカでやったからっていうのがあるんですけど、うん、そうなんですよね。アメリカもそうなんですか。うん、ホームランですね、内さん的には、うん、そのまま審判の判断に任せろってことですか。そうなんです。実はテレビ中継で見てても何回かあったんですけど、うん、やっぱこう流れが完全に止まっちゃうんですよね。でホームランって野球の中では ものすごくやっぱ派手でかっこいいもんじゃないですか。です、うん、で例えば違ったにしてももう審判がホームランって言ったら、うん、うわーってなって、うん、そのまま次行ってほしいんですけど、なんか一回もうゼロにされて、うん、で結果ホームランだとしても、うん、あーやっぱりね、うん、みたいになってね、なんか流れがね止まっちゃうのがやっぱちょっとスポーツっぽくないかなと思って。まあすごいこう納得というか賛同を得られないような意見なんですけど、例えばドーム球場で野球やるのと外で野球やるのってまあ条件が全然違うじゃないですか。外でやれば風が吹く日もあるだろうし雨が降る日もあるだろうしって、それによってもしかしたら風が吹いてなかったらホームランかなっていうのもあるし、その逆もあるわけですよね。今風なかったら入ってなかったよねみたいな話があるわけですね。だからそれと同じ話で、まあ審判のジャッジもその野球のうちだっていう大コンセプトをこう最初からこう取り除いちゃってるみたいな。そうですね、うん、実はね私のラジオに今年なんです、去年か、うん、ギャオス内藤さんが出てくれたことがあるんですよ、はいはいはい、で内藤さんといえば ね、 そうですね、その開幕戦で東京ドームで篠塚選手の打ったボールがまあフェアかファールかで、まあ、結局ホームランということで負けちゃったんですけど、そうですね、あれは一塁審判は大里さんですか、ね、大里さんですかで実はその話を私ギャオさんに丸々聞いたんですよ、はいはい、そうすると一球ごと覚えてるんですよね、うん、今でも。で結果的にその今大里さんでしたけど、はい、大里さんと会った時に、内藤さんがあれはファールだったって聞いたんですって、うんうん、もう言わせたんですって。でそれで自分で、まあ、そうだったろうなと思ったらしいんですけど、うん、今となって考えたらあれで揉めてくれたことで僕はすごい有名になれた。あ、なるほど、ね、うん、だからあの時は負けちゃったけど、うん、僕はあのプレーに対してはそんなに嫌な思いは ないんですと、うん、あの時にすごくやっぱりちょうどね開幕戦で全部デーゲームだったんですって。そうです、ね、あの日だけ夜だったみたい で当時のジャイアンツね、はいはいはい、だからもう僕はあれは今となったらいいんですっていう話をしてた時に、誤審もまた一つ、うん、まあ、野球の面白さというかね、今言われたみたいに。そうですね、もう一つあるのは、うん、日本シリーズのもう何年前ですかね、昭和50何年かなと、うん、ヤクルトと阪急、ヤクルト阪急、はい、もう昭和50年代で もしかしたらこの番組見られてる方半分ぐらい生まれてない可能性もあるんですけど、うん、そうですね、はい、大杉克夫さんっていう人がね、あの人が打ったホームランが、うん、ポールを巻いたか巻いてないかっていうね、当時の阪急の監督の
上田監督がね、はいはいはい、1時間十何分の中断をしたっていう話があって、それがもう20年ぐらい経った後、やっぱり番組があって、で上田さんが、もう上田さんは納得しないわけですよ。あれは絶対ファールだと言い切ってるわけですよ、相手方のね。でところが20年経って上田さんにあのこうインタビューあの時どうでしたかみたいな話が来た時に、まあポールの外側を通るホームランもあるんだなっていう、ああなるほどなっていう、それがやっぱり野球だよねっていう感じかなという、かっこいいな、それ、そういうのってやっぱり大事だよねっていう、あと2時間ぐらい話せばいいかもしれない。もう分かりましたね。でもなかなか難しいですよね。この間あのメジャーリーグ で、はい、なんで完全試合あと1個でっていうので、最後ファーストに投げてセーフになっちゃう。そうそう、 あれとか厳しいですよね。確かに、まあそこはやっぱりさっきの話の逆の話で、情が入ったらアウトって言っていいんじゃないのって、そういう話です。そうですね、難しいですね。難しいですね。あそこまで行ったらなかなか。でもあのピッチャーもいい人ですよね、あれ。そうですね、それを含めて、OK みたいな感じで。そうなんですよね、そういうの大事ですね、やっぱり。まあ、でもあれもやっぱりさっきの内藤さんの話じゃないですけど、それでやっぱり注目を浴びて、そうですね、っていうのはまあありますよね。捉え方だ。そうですね。そうそうそう、あれでもあれはノーヒットノーランじゃないですよね。完全試合、完全試合ですよね。完全試合ってないですからね。完全試合は厳しいですよね。ジャイアンツの牧原さんがやってるプロじゃないんじゃないかな。あの時ね、最後長嶋一茂の時にどうなるかと思いましたよ ね。危ない危ないっていう感じでしたよ。小学校って来ないですよね。そういう意味で言ったら、野球の将来はどうですか。ああ、いい話。子供たちもいっぱいいますけども、ね、まず野球って何かっていうところをちょっと考えなきゃいけないっていう。深いところまで行っちゃう。野球の歴史から入りますか。まあ歴史というかですね、例えばこう野球人気はありますかありませんかっていうのになった時に、WBC であるとかね、高校野球ってみんな見るじゃないですか、だけどじゃあプロ野球人気はどうですかっていうのを2つに分けた時に、ちょっとやっぱりね厳しいものがあるよねって、まあ、この話も、まあ、本1冊書けるぐらい難しいんですけど、まあ、ちょっと昔からまたね、放送のスタイルも変わってきましたし。そうですね、まあ過渡期は過渡期かもしれないですね。僕明らかにこう問題があるのは、野球をする場所がないじゃないですか。そうですね、例えばこういう公園で昔は野球が当たり前にやつです、草野球って、そうですね。でも今ってボール投げちゃいけません、バット使っちゃいけませんってなると、野球にこう携わらない人がいっぱい増えるというか。そうですね、僕もあの野球部全然入ったことないですけど、はい、草野球はずっとやってましたから、ある程度こうできるし、ルールもよく分かってるしみたいな。そうなんですね。例えばお手軽感はないんですよね、改めてのね、考えて。バットはなきゃいけない、グローブはなきゃいけない、人は18人いなきゃいけないっていう、ね、そうですね。まああのフットサルみたいなことにならないわけじゃないですか、野球って、絶対に。野球は基本的にお金持ちのスポーツですよね。そうですね、まあ、道具もいりますので、ね、貧乏なスポーツ、サッカーってよく、まあ、ちょっと問題あるんでコメントできないですけど、ね、そうですね、そうですね、多分あ僕サッカー好きなんですよ。あ、そうなんですか。多分貧乏だからできるスポーツで広まってるから、多分世界中に広がってるんだろう。あのじゃあクライマックスシリーズはどうなんですか。野球ファンってね、野球ファンとしてはよその国の話だからよくないですその制度自体ってことですか。そうですね、制度、はい、まあこれも今ちょっと真っ盛りですけど、まあだけどあのロッテが今年は3位から日本シリーズ行きでしたっけ、でこれ行った後に文句言うのはやっぱりダメでしょうね。まあそうですよね、やってるわけですからね。そういう制度なんだっていう。3位が勝った瞬間に、セリーグも3位だとどうすんだよみたいな話。それはなしっていう、3位同士の戦いはどうするみたいなまあ、3位同士だってそういうルールなんだからしょうがないよねっていう。ただもうちょっとこうクライマックスシリーズとかプレーオフの精度は、精度とは例えば1つか2つアドバンテージじゃないとかね、まあ、そういうアレンジはあってもいいんじゃないかなと。確かにちょっと厳しいですよね。なんか、まあ、ただ6チームいて3チームがこう資格ができるっていう状況で、まあね、そうは言っても6チームの中にはセリーグにはねがいますからね。聞こえなかったですか。聞こえましたよ。でも、毎年やっぱりその6チームの中に2チームぐらい完全調子悪いチームあるじゃないですか。あ、まあ、もうなんかね、3年連続90敗以上してるとかありますからねそう、だからそうなると実質4チーム、5チームの中から3チーム出すのかみたいな話になると、まあね、まあでもは
まあ、なのかなって気もするそのチームの問題ですよね、うん、3年連続90敗ってなかなかすごいですよ、すごいですよ。この間計算したんですよ、よ親会社が変われば変わりますかね。どうですかね、うん、どうでしょうか、ね、ちなみにその分析として、なぜやっぱ戦力不足ですか。ああベイスターズが弱い、はい、うん、戦力だけじゃないと思うんですよね、不足してるのね。それは監督ですか。まあもう言えないですけどね。もう放送できるわけじゃないですね。WBC の日本代表で選ばれるような石川選手だったり村田選手だったり、うん、でピッチャーとかも全然悪くないですよね。良くはないですけどね。良くはないかもしれないですけど。監督ですか。そんな悪くないんですけどね。なんかこうフロントですか。言ってみましょう。もうピーもありますから。ちょっとね、こうなんだかんだね、僕素人なのには知り合いが多かったですよ。だけどなんかね。これ野球の時間。野球トークな。野球の時間ですよ。野球、ね、野球の将来についてもっと。野球の将来って言っても自分の将来もよくわかんないですからね。だから人気回復。にはどうしたらいいかとかそういうことです、ね、あまり考えないですね、うん、いやでも僕そのサッカーを好きだって野球も好きだったんですけど、はい、野球はちょっとやっぱりちょっと冷めた部分がありますよね、うんうん、やっぱりその例えば シーズン終盤の打率争いで、うん、はい、出さないとかね、うん、ホームラン争いの敬遠合戦とかね、はい、そうああいうの見てるとああもういいかなっていう、ね、やっぱりちょっとあるじゃないですか。世界が狭いというか、そうで、そんな中で、うん、そのワールドベースボールクラシック始まったじゃないですか、あれはやっぱいいですよね、うん、その大きな目標として、うん、こんなところで敬遠合戦やってる場合じゃないなっていうのがよく出るじゃないですか。でも WBC もね、韓国と10回戦ぐらいやりゃいいんじゃないどうせアメリカとか負けんだしとかまあ韓国でよくやりましたね。ねなんか韓国戦しか見てないような気がする。あのシステムもおかしいですけど。そうですね。どうですか、実力的には。日本は2回日本一、あ、世界一になりましたけど。そうですね、そうですね。あ、2回はフロック、2回やったってことはフロックじゃないですからね、うん、まあ、あとは相性みたいなやっぱあると思うんですよね。なるほど、うん、噛み合う噛み合わない、うん、あ、僕はあんまりサッカー見ないんですけど、うん、日本代表チーム作るときに、はい、海外組がどうのこうのとか、あれもやっぱり揉めるんですか。揉めますね。あ、その前のワールドカップドイツはそれで失敗したわけです。あ、そうなんだ。いわゆるそのジーコが海外組っていうだけでそのままレギュラーにしちゃって、でただ単に移動が多いじゃないですか、ヨーロッパと往復でね。でどうしても体調を崩すんですよね。でコンディションが良くないのにそのまま使うみたいな感じになって、結局その日本組のレギュラーが腐っちゃったんですよね。難しいところですね。難しいところですよ。だからワールドベースクラシックの日本代表も難しいと思いますよ。そうですね。何を選ぶべきかみたいな。あんまりあれですよね、イチローのこと海外組って言わないですよね。で言わないですよね。イチローはイチローです。だからね、全然チャゲアスって言っても、うん、あ、なんか聞いたことありますよ。え、じゃあ、あの夏夏夏夏ここ。そんなの絶対知らない。知らないの。僕 iPod に入ってます。知らないですけど。さっきちょっとツイッターに書いたんですけど、知らないです。東急乗ってくるときに、はい、iPod としながらシャッフルかかったら、ラムーがかかった。ラムラムーがかかった瞬間、あの電車のこう、何ですか、扉の上にある、広告がついてるじゃないですか、そのテレビというか、モニターが、あそこで、パナソニックの CM で、あ、まさか菊池桃子、おー、すごいミラクルっていうか、ラムーの CD を持ってるんですね。ラムーはどうしたのかな。だって、ラムーの時代は CD なかったじゃないですか。そうですね、あれだからレコードかもしれないですよ。いや、多分、なんかこう青春年間みたいな、あ、ね、あ、ヒットチャートみたいな感じ。空にセイエスですよね。あ、空にセイエス、あ、そう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 、そう、菊池桃子、あ、そうですね。あれラムーじゃなかった。あれは菊池桃子、菊池桃子です。菊池桃子の末期がラムーラムー、ラムー、ラムーは何だよ。超スーパーハードロックグループですよ。まあ、すごいですね。この放送見られてる方にラムー知ってる人いるのかな。菊池桃子さんも聞きたいですね。ウィキペディアで削除したい。ああ、そうでしょうね。川島直美さんがお笑い漫画道場出たと同じぐらい。あれ、プロフィール入ってないですよ ね、 ね、おかしいなとか思う。あれで出たくせに。段吉直美のおまけコーナーのくせに。そ
そうなんだ。大丈夫ですかこれ、いろんなとこから集めて髪の木公園でございます。すごいですね、すごい自然ないっぱいある公園ですね。すごいですねこれ、これすごい階段ですね。修行にはもってこいですねこれね。でもこっち行ったら戻っちゃうのでもう一回、もう一回戻ってくる体力ある大人はいないですよ。そうね、こっちがこっちが駅の方なんでね、逆逆側に降りちゃうんです。いいですね、見張り台とかこう見晴らし台じゃないですか。敵が来るときにね。本当に緑いっぱいの公園で、今なんでしょう、こう洒落たテラスみたいなのができてるわけですけど。ラジオですからね、わからない。あ、なるほどね。まあ、でも映像好きですよ。映像好きです。テクテクが後ろで撮ってますけども。あれじゃないですか、やっぱバードウォッチングしたりとか。そうですね。ああ、なるほど、ね。BW ですね。うん、BW。BW って言うんだ。なんかそのルー大島的なところ。そうですね、あのなんかね、ハードロックとかそっちの系の人ってなんか不健康の方が売れそうなイメージがあるじゃないですか。そうですそうです、もうなんか異様に色が白くて、そうですよね、細くて首からなんかジャラジャラ下げていかにも具合悪そう。そうですね、あの人ですよね。あの人たちはなんでいつも具合悪そうなんですか。なんかあれがやっぱりそのロックの生き方みたいなね。そうなんですか。わざと具合悪いんですよ。あ、健康有料児のロッカーってあんまりいないですね。ダメなの。やっぱりジャンルによるんじゃないですか。あ、うん、例えばパンクロッカーって、ガリガリのこう感じで、素肌に革ジャン着て、ね、首からなんかぶら下げて、シドビシャスみたいな感じだろうね。あ、それじゃ飛行機乗れないだろうっていうのはいっぱいついてますよね。そうね、あれね、ああいう不健康的なところもあれば、ね、最近だとラウドロックとかなると、ーこうブーチャーみたいな人もいるんですよね。ほう、筋肉もりもり的な人もいるし。あのあのいやマジで冗談抜きで、意外とすると気づかない才能はどっかにあるかもしれない。あ、それが詩人なのか違うのか、うん、経理なのか分からないけど、ね、僕はないですね。あ、そうですか、まあ、そうですかね、なんかありそうです ね、 ね、あの要は僕が一番得意としてるのはこれぐらいのことをこれぐらいに話すっていう。あ、でも詩の作業はそうですよ。あ、そうですか。これやっぱりそのこういう感じなんですか。それこそその恋愛ソングいっぱい書いてる人はそんだけ恋愛してるかっていう、そういうわけじゃなくて、あ、まあそうですね、一つのテーマを培養して一曲にするとか、そういう感じですかね。あ、ただそれ俺がバンと例えば世に出たとして、うつ、ん、ったあのうつさんですねっていう風に、日本全国にいる数少ないうつさんたちが名前を言った時に認識してもらいやすい、あのね、なんか名前の時に、うん、あ、うつさんでどう書くんですか、あ、うつゆういちのうつです、そういう感じですよね。あのうつですよねって言われるぐらいの、だってね、俺電話でうつですって言うと大体うついさんですかとか、ひどい人になるとうつのみやさんですかって言って、うつしか言ってないのに、のみやつけないでこれ。ちょっと多すぎですよ、ね、ちょっと多すぎですよ、ね、だけどうつっていう名字は知らないから、あ、なるほど、うつまで来たらなんかついでんだろうっていう認識なんですよね、きっと。そうだから、あのうちの家族とかが病院行って名前呼ばれた時に、あれってウッさんの家族かなってざわざわさせたいんですよ。あ、村上春樹さんは本名らしいんですよ。あ、そうなんですか、ね、で、病院でやっぱり村上春樹さんって呼ばれて、そりゃそうです、ね、で結構みんなやっぱざわざわするらしいんですよ。ざわざわされたいんですよ。ざわざわされたい、ざわざわされたい、器がざわざわされたい。そうなんだ、それで俺やってるようなもんです、何でも。あ、そうなんだ、じゃあ器残してなんか違う名前にしましょう。うつにうまくつながる何かがあればね。そうですね、募集しましょうか、宇宙一ラジオの募集ね、メール。でも実際変えるんですか、その中で。いいのがあれば。いいのは、今更ながらですよ、ね。そう、でも今更変えると、その過去の頃、実績が消えちゃうというか、そうそう、ね、繋がらない場合が。わかんないですよ、あの、何でしたっけ、あの、名前変えて良くなるって騙されてる芸人の人いっぱいいるじゃないですか。あ、まあまあまあね、あ、でも、サマーズとか、クリームシチューはそうですもんね。サマーズってなんだっけ、昔。サマーズはバカルディ。バカルディか。あ、そうだ。クリームシチューって何、カイジャリ、カイジャリ水魚。へえ。でまで成功良かったんですよね。モンキッキーとかダメでしたね。モンキッキーってお猿、お猿もん、アニマル定団じゃなくて、うん、そうそうそう、あ、そうですそうです。あの人もかわいそうですよね。藤住子も買いましたね。だいたい古い方が。うちももとさん自体そんなにですかね。あ、アイドル誰ですか。え、俺。うん、あ、ついてるね、乗ってるね。話が古いって。そうそう、俺大好きでした。あ、そうなんだ。下敷きもなんか。せめて中山の今の話してあげてくださいよ。ひこさんってあれでしょ、辻人生さんの。
そうですね。最近この間映画出たじゃないですか。確か映画出た。その水人生の映画で。古い。違うの。古すぎる。そんな映画出ないじゃん。あ、そう。そうなの。ビッグアップハイスクールに出たとかそういう話。最近最近。へえ、そうなの。本当最近ですよ。半年1年ぐらい前じゃない。そうなんだ。辻人生さん、あれ辻なる、え、どっちだっけ。エコーズの時が辻人生です。今エコーズってやってんの。お音楽が辻人生だな。で、作家が人なり。あ、うん、あ、すごいね。AKB 知らなくてエコーズって感じ出てくる。エコーズの方が知らないから。どうですか、野球の方はレベルはいい感じですか。いや、まだ見てないんで。今あの、何が素晴らしいって、まずあのセンターのおっちゃんが素晴らしい。そうですね、うん、一人手伝ってる感じが、うん、感じがね。でも、あれですよね、ええ、中学生ぐらいですか、小学生。結構大きい子もいますよね。そうですね、まあ、杉谷です。杉谷です。これはさっきの入江川でしょ。ずいぶん止まりしましたね。ねえ、あ、本当にこれやるんだ。ああ、そろそろ駅に向かってますけども、はい、来ました、ね、はい、エンディングに向かいますけども、だいぶ歩きましたね。結構歩きましたね。告知忘れとかないですか。告知忘れ、20日の件とか言ってこないですか。そうですね、まあ、11月20日は本当その渋谷のデセオというところで、はい、お昼2時から2部構成、はい、2時からと5時から、いや6時からでしょうかね。関係ないけど私は2時からに出ますので、はい、なるほど、メインで出ますのでね。あと、まあ、もしこれあれですよね、ネットテレビですから全国で見れるということですね。そうですね、見れますね。そしたらですね、11月の7日、これは日曜日ですけど、そのライブオンライフというイベントの音楽チームだけで鳥取まで行きます。おお、遠いな。はい、で鳥取でちょろっと歌を歌わせていただくみたいなんですけど、まあ、それも車で行くんですか。それはね、飛行機。飛行機、ああ、はい、ね、鳥取島だ。なんでまた鳥取なんですか。それはですね、やっぱり臓器移植を考えよう強化みたいな、ちょっとちゃんとした名前あると思うんですけど、そこが7日にそういうイベントを行うと。で、その中で1時間ぐらい時間をいただいて、まあ、歌もやってもらいたいということで、まあ、そのライブメインというよりはその一部分を私たちに出してもらうということで、初鳥取遠征を、はい、やらせていただきます。あの、うつゆういちで検索していただけると、ね、ホームページが出ますので、そちらの方のブログでバシバシと。あ、そうですね、はい、毎日ブログ更新されてますもんね。ありがとうございます、もう4年以上毎日書いてます。そうですね、たまに見ますけどね。ありがとうございます。ぜひそのでうさのライブもそうだけど、そういう臓器移植を考えるのにも興味ある人は、うんうん、そうですね、うん、とにかくそのライブオンライフというイベント自体はね、あの、まあ、今回5回目ですけど、初めて来てもらっても全然入りやすく見れると思いますし、歌だけじゃなくてね、さっきも言いました4日4回のお笑いライブ、それからさっきの言った主催ヤンチ君のバンドがプロモーションビデオを撮ったんですけど、そのビデオをなんと無料で堤監督が撮ってくれたんだっていう噂を聞いています。あ、はい、これはぜひ、それの上映会もあるらしい、ぜひぜひ見に来ていただければと思います。さあ、というわけで、大道駅に着きました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけで、こんな感じで歩いたりなんじゃらほうへ終わりたいと思います。はい、どうでしたでしょうか。いやいや、本当にこんな歩いたんだな。3時間ぐらい歩いてますね。そうですね、3時間ぐらい歩いてどう考えたって一駅の距離じゃないですよね。ぐるぐる回ったんでしょうね。そうですね、鎌ヶ谷でやるのはいいですよ。でもね、鎌ヶ谷来てください。あ、本当ですか。はい、行きますよ、マジで、球場、中でも撮れんじゃないですか。多分、中野さんにも大丈夫ですか。大丈夫だと思います。ぜひ自由なところなんで、うん、だってね、あの、まあ、ぐるっと回って、うん、あのスタンドで撮るとか、ね、あ、ブルペンとかも全然撮れますから、ね、本当ですか、はい、まあ、これは行きたいですね。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで、はい、こちらの大口駅に着きまして終わりたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。